こんばんは。今日はちょっと縦にしてみました。こんばんは。待ってました。ありがとう。意外とみんな起きてるんですね。からすっごいコンタクトが乾燥してすっごい取れそう、すっごい取れそうなんですが、今大丈夫。こんばんは。ストーチスタイルミニをありがとうございます。そうですね、ちょうど昨日からストーチスタイルミニがローソンさんの方で販売中です。私は実はまだ行けてないんですよ。店内放送も聞けてないんです。まだ13日までだから、それまでには行きたいなって思ってるんですけど、ちょっとまだ行けてない。こんばんわかめ、こんばんわかめ、プリントしたよ、ありがとう。すごい嬉しいです、ありがとうございます。そう、私も早くねしたいんです。あのコンプリン、昨日からあの販売されてるんですけど、ちょうど昨日高崎彩子ではなくて、あの高鍋彩子でお仕事だったんですね。昨日パセリはあの一緒じゃなかったんだけど、ちょうどサーヤンとあとなっちゃんと、な高鍋の鍋はなっちゃんなんですけど、彩子ちゃんと昨日は4人でお仕事だったんですけど、そう帰りにね、あのサヤンとあのローソン行くって話になったんだけど、時間的にちょうど店内放送がやってない時間で、そうせっかくだったら一緒にあの聞きたいから、その放送もだからまた日を改めて、あのそのちょうど放送ぐらいの時間に行こうかなって思って、そうだからまた13日までに行きたいと思います。私はすごいよね、本当に。こんばんは。やすべさんお疲れ、ありがとう。まことくん、ねんじょうさん、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。買い物するふりして放送待ってた。おお、買い物はしなかったんですか？すごーいよねー。私はこのここ。じゃあここ最近のちょっと話をするんですけど、私はまあおととい月曜日か、そう月曜日に、まあ月曜日はね、そういえばレッスンがありました。多分最後の僕体公演のレッスンがあったんですけど、こんばんは、なんですけどね、そう、その後に携帯を、新しいスマホを買いました。拍手。新しいスマホを私はゲットしました。もうね、もうこの2日間ぐらい、もう本当にこの
新しいスマホのおかげですごいもう快適っていうか、もうなんて言うんですか、もうこのスマートフォンってさ、スマホってスマートな本じゃないですか。もうまさにスマートだわってすごい思ってる、この2日間ぐらいで。まさにスマートです。で、私がね、前回その最近まで使ってた1個前のやつはスマートじゃなかったもん、全然。そうだから、もう今こちらの今そのスマホで配信してるんですけど、もう素晴らしいよこのスマホ、本当に。もうそう、13にしました。ストレージ不足、もうね、もうめちゃめちゃ解放されてます今。もう見るのが楽しい。私さ、もうずっと見るのが癖になってたんですよ、本当に。もう何回もストレージ確認するのがもう癖になってて、そう、あの前のやつがさ、ストレージがもう足りなすぎて、もうギリギリラインを行ったり来たりしてたから、ストレージのすごいマックスみたいな定期対してたから、常に結構もうストレージを見るのが癖になってたから、今も結構見ちゃうんだけど、もうめちゃめちゃ今もうすっごい余ってて、もうそれがもう嬉しくてもうしょうがないですね。もう夢のような気分です本当に。今もう夢かなって思う本当にぐらい、本当にめっちゃあるから。そうなんですよ、もう消した写真帰ってきてって本当に思う。もう消しすぎて、写真を前回の時にもうたくさん消してしまったから、もう消した写真全部帰ってきてよってすっごい思っている。でもね、なんかもう写真を消す癖がついちゃって、もう撮った写真とか結構すぐ消しちゃうんだよね。そうなんです。だからね、まあでも今はもう余裕があるからそんなことしなくていいんですけど、そう、もうだからもう本当にもう嬉しいでございますね。私はもう本当に、私初めて機種変一人でしたんですよ。初めて一人ですることになって、まあ大丈夫かなって思ってたんですけど、意外とすぐに終わりましたね、手続きとか。もう5分10分ぐらいでもう、あ、意外と早くに終わるじゃないと思ったんだけど、新しいスマホにデータを移し替える作業、今まで自分が使ってたスマホを新しいスマホにもう全く同じ状況のデータを転送する作業をまあお店でやってもいいんですけど、これもしかしたら1時間ぐらいかかる可能性があるんですねって言われて、そうで、結構もうほとんどの人が自分で家でやってますって言われてて、そう、お店でやってもらおうかなって私思ってたんだけど、そうだけど本当に簡単な作業でこれだけですって、その本なんて説明書みたいなやつを見せられて、本当にここの部分をやるだけなんですごい簡単ですよって言われたから、そう、横に置いとけばほぼまあ自動で、まあ自動ではなかったけど、
そうだからまあそんなに簡単って言うなら自分私でもまあできるかと思って、もう皆さん本当に自宅でされてますよって言ってたから、そうだからまあじゃあ家でちょっとやろうと思って、1時間待つのも嫌だしと思って家に帰って、まあその説明書を見ながら転送作業をまあしようってなってまあしたんですよね。そしたらなんかさ若干説明書とちょっとなんか違う画面とか出てくる、それはまあ省略されてるっていうのもあると思うけど、説明書に書いてあるのあなんかこれ説明書通りじゃないなと思いながら、あでもまあまあ大丈夫そうだと思って、あこれでいいんじゃない、いいとこまで積んだよ、あ最後来たよ、ここ来たよってなったんだけど、その次の瞬間こう転送に失敗しましたみたいな、あの注意マーク三角のさ黄色い注意マークみたいなのあるじゃないですか、黄色だっけ赤だっけ、赤だったかもしれない、あの注意のびっくりマークみたいなやつ、それが出てきて転送に失敗しましたみたいなの出てきたんです。でこのスマホを、この新しいスマホをあのもう買った時の状況にあのリセットしてくださいみたいなやつが出てきたので、もう私はもうその時にもうパニックなわけですよ。こんなこと説明書には書いてないぞと思って、そうパニックなんです。え、この今この新しいスマホをねあのリセットしますってなったら、もしかしたら今まで使ってたデータ転送中だったのに今ここでリセットしたら私のデータが全て消えるかもしれないっていう恐怖があって、そうもしかしたらだけどもともと使ってたスマホのデータも全部消えちゃうかもしれないし、で今こっち転送してたからこっちももうちょっと無理になってるし、えこれもうやばいんじゃないかしらって私は思ったのよ本当に。そうで私の元々使ってたスマホの方にはなんかずっとさあれなんて言うんだろう、くる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 さなるやつあるじゃないですか、わかるかな、フリーズとかした時にさこうくる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 なってる、ずっと止まってるやつ、あれがずっと出てて、もうこれ怖いと思って、もうやだと思って、でもこれはもうしょうがないからもうリセットするしかないと思って、とりあえず一回もうリセットしてみたんです。そう、そしたら私のあの画面のもともと使ってたスマホの画面にあのなんだっけ失敗しました、あ違う転送失敗しましたみたいなのが出てきて、そうだからそういう罰をして、そしたら普通に画面が戻ったんです。そのちゃんとデータあよかったちゃんとデータは生きてると思って確認して、じゃあもう一回してみようと思って、もう一回ちょっとこの作業をもう一回隣に置いて、あもう一回してみようって思ってもう一回してみたんですよ。そう、そしたらまた同じところでもう失敗しましたってなってしまって、もう怖い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 もうやだってなって、私はもうどうしよう、もうなんでこうなるのって思って、だってあれ簡単って言ってたのになんでこうなるの、どうしてでずっと思って、まあまたリセットボタン押すじゃないですか、一回ちょっと深呼吸、一回深呼吸、ちょっと怖い怖い、もうこれ無理かもしれない、これもしかしてこのスマホも対応してないかもしれない、どうしよう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 ってなって、お店に電話するかを迷ったの、その時にどうしよう電話しようかな、あーでもあもう一回ちょっとやってみようって思って、3回目の正直って言うじゃないですか、だから3回目やってみよう、もしこれで無理だったらあのもう電話しようと思って
3回目やってみたの。お、はじめまして、ガンジーさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして。ちょっとギフト読むね。まことくん、荒木さん、金持ち先生、かついさん、ぶん兄ちゃん、ありがとう、ありがとう。そうで、3回目の正直だよ。そう、3回目の正直ですよ。で、もしかしたらこのスマホのこのくっつけてるこの配置がもしかしたら悪いのかもしれないって思って、ちょっと移動してみたんです。移動させてみたので、まあ3回目、そしたらね、なんとできたんですよできたんですよ。もう私このさ、スマホにさ、この新しいスマホに私が今まで使ってたやつのあの何ロック画面、このスマホの一番最初に出てくるロック画面がこのスマホにバッて映ったんです。転送されたんです。まさにこっちからこっちに移動されたんです。もう私はもうその瞬間本当にもう感動しちゃって、私はもうこれ転送作業できたぞ、もう完璧だわって思って、もう私はもう OK!OK!OK!って思いまして、まあ今に至ります。そう、意外とさ、このスマホをあのリセットし放題だったね。意外となんか3回とか4回とかいっぱいしたらもうこのスマホ壊れちゃうんじゃないかなって思ってたけど、スマホってやっぱすごいですね。やっぱ頑丈だね、スマホってすごいなって思いました。一応私が今まで使ってたのも生きてますよ。でもあのなんとかカード、ちっちゃいなんとかカードってやつが入ってない。そう、なんとかカードってやつ聞いたんですよ。こうやって何のためにあるんですかって聞いたら、あ、そうだそうだ、 SIM カード、 SIM カードって言うんだっけ。そう、聞いたらこれはそう、なんか電話とかこういうのでできるらしい。こういうこのカードがあることによって、私データが全部その中に入ってるのかと思ったら、そう、なんかそれで Wi-Fi とかなんか電話とかができるカードらしくて、なんかお店でね、その SIM カードのあの取り出し方を教えてくれて、こうやってなんか細い棒みたいになっててグッて入れて、そうであのヒュッて取ってくれたんですよ。でこんな感じでしたら取れますよって言ってくれ、ちょっと練習してみますかって言われたから、あ、じゃあちょっとやってみますって言ってあの入れたんだけど、あのもう全然あの開かなくて、もうってやってめっちゃもう力入れてめっちゃ硬かったんですよ。そう、あのね、すごいね硬かった。あの店員さんがやってたらめっちゃね、もう普通にポンみたいな感じでできてたんだけど、あ、まあ意外と簡単なんだなって思ったらそうめっちゃ手がもうこんなんだってそうで、なんかあの垂直に押したらいいですよって言ったから、これで垂直に押したらこうピョンって出てきて、あ、出ましたと思って それで書いてくださいって言われたんです。で店員さんもこうやって見せてくれて、こうやってこんな感じですよって、あ、そんな感じなんですねって思って、まあ家に帰って転送作業の前にあのその SIM カードをもう取り替えを先に入れちゃっていいですよって言ってから入れようって思って、あのまたこうやってふーってやったんです。そしたらピョンって出てきて、
なんかね、そしたらね、中のカードがね、ポロって出てきたんですよ。で、これ、SIM カードこれ取れたんだけどって思って、店員さんこうやって普通にこうやって、そのままこうやって取り出してたの、なんか取れたんだけどって思って、こう転がって、でもまあ、ちゃんと見たらそういうものでした、多分。あの、それはちゃん、あの、なんか外れるやつだったから、すごいびっくりした。壊れたかと思って。そう。そう、逆さにしたら落ちるタイプの、あの、チップのなんか詰め方っていうか。そう、だからびっくりして、あ、壊れたかもって思ったけど大丈夫だった。皆さんも外れない方が問題。店員さん外れてなかったんだよ本当に。あの、こうやってポンってやったら、そう、ケースがこうピュって出てくるんですけど、そう、ケースをこうやって見せてくれたのもんだってこうやって出てきますよって。そこに絶対 SIM カードついてたのだから私が逆にあの外れちゃってポロって落ちたのが、あの、もう壊れたんだと思って。やっぱプロは違うのか。もしかしたらさ、こう後ろでこうやって支えてたかもしれない、この指でこうやってやった時にここでこうやってまあそんなこんなで、そんなこんなで、はい、スマホデビュー、でもまあスマホデビューみたいなものですよ。自分で全部やったの初めてだったから、でもやっぱ難しかったね。あの、説明とかすごいあのしていただいたんですけど、難しすぎて全然なんて言ってるか分かんなくて、あの、携帯用語みたいなのが難しすぎて全然ちょっと意味が分かんなかった。こんばんは。だから私はもうこれから写真のそのなんていうんですかね、写真をその送るのとか消すのとかにも問題はちょっとないかな。だいたい 2,3 年ぐらいで携帯、3年ぐらいって言ってたかな。だから私がそうだね、に、私って今年何歳だ、22歳だ。だから25歳ぐらいまでこの携帯使えるってこと。25歳までか、すごくないですか。この携帯、このスマホ25歳までお世話になります。もしかしたらそれ以上使うかもしれないし、でも多分それまでに変えるってことは多分ないと思うんだよね。でも分かんないよね、もしかしたらだけどまたストレージ問題が出てくるかもしれないしね。何色にしたの？赤なんですよ。赤しかなかったの。なんか5種類ぐらいあったんだけど在庫が赤しかなくて、でも別に色にこだわりはないからいいやと思って赤です。あやぱんにもSIMが入ってるかもって、どういうこと？私にSIMが入ってるってどういうことですか？そう、なんとしかもこのスマホ通信制限が来ないっていう、もう素晴らしいじゃないって思った本当に。まあでも言う
で Wi-Fi を今までも使ってたんで通信制限が来ることはほとんどなかったんですけど、でも Wi-Fi なしでもなしでずっと使ってても通信制限ないらしくて、もう最高、今のもう時代はすごいなって思った本当に。でもね、もう Wi-Fi がすごくさ、もう今はあの主流だから、別にギガホみたいなやつ、すごいスマホの話ばっかりになっちゃった。じゃあね、じゃあね、ランキングを読もうかな。ランキングを読んで終わろうと思います。あれ、これランキングってどうやって見るんだ。あれ、あった、ライブ、違う、ライブか、ライブランキングか。13位さゆっちょさん、ありがとうございます。12位荒木さん、ありがとうございます。11位こぎつねスリーセブンさん、ありがとうございます。10位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。9位お金持ち先生、ありがとうございます。8位松くんさん、ありがとうございます。7位ラブリー48さん、ありがとうございます。6位田辺さん、ありがとうございます。5位クレ星人さん、ありがとうございます。4位ズグラスさん、ありがとうございます。3位誠くん、ありがとうございます。2位ギルスさん、ありがとうございます。あれ、ギルスさん2人いる、もしかして。さっきギルスさんって呼んだけど、あ、呼んでなかった。それでは1位は、はい、やすべさん、ありがとうございました。あいてててててて、てありがとうございました。なんか縦でやったら違うアプリに感じる、すごい、なんだろう、あ、わかった、なんかミクちゃんみたいな感じのあの感覚にすごいなるからだ、多分ショールームって感じがなんかあんましない。じゃああともう少しで終わります、終わります。じゃあおやすみなさーい、最後まで一応おやすみなさーい、切れるまでずっと手振っとこっかな。フォローしたよ、ありがとう。お、そうなの、ありがとう。